どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、本日もやっていきましょうということになるんですが、イスラム教国ということになります。はい。イスラム教の国々では、どういったものを要するに配置しますかということが大事になってきます。いいですか？イスラム教の国々では、どういったものを配置しますかということが大事になってきます。はい。では、具体的にいきますが、どういうふうなものを配列しますかというと、三日月や星を配列することが多いという特徴になっています。いいですか？三日月や星を配列している場合が非常に多いケースがありますよ。ということになります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。